はい、どうも皆さんこんばんは、サイテーマンです。今回の、動画なんですけれども、ゲーム実況の動画ではないんですよ。で、何の動画なのかと言いますと、ちょっとしたご報告というか、お知らせみたいな感じの動画になるかなと思うんですけれども、簡潔に言いますと、今回ですね、サブチャンネルの方を作ろうかなと思います。で、なんでサブチャンネルを作るのかと言いますと、昔からそうなんですけど、 YouTube って結構アカウントがいきなりバーンされたりとか、アカウントがいきなり停止したりするみたいなことがよくあるので、僕自身も半年ぐらい前に一回アカウントが停止したことがあって、今はねすぐに異議申し立てして2週間ぐらいで、アカウントは復活したんですけれども、ただ2週間の間ね、全く音沙汰がないみたいな、何も動画も出せずにみたいな状態が続いたことがあったので、今回、サブチャンネルを作っておこうかなと思います。避難場所みたいな感じでとりあえず作っておこうかなと思います。で、サブチャンネルをただ単に放置するだけのチャンネルにするのは若干、どうかなと思いましたので、いくつかね本チャンネルの方から移行しようかなと思います。で、今やってるザ・ウォーキング・デッドと、デッド・バイ・デイライトとビレッジ・オブ・サイバーと、あとたまにやる、フリーゲーム、フリーゲームは本チャンネルの方でもやることがあるかなとは思うんですけれども、とりあえず、サブチャンネルの方でこれから更新していこうかなと思います。で、本チャンネルの方は基本的に毎日動画を出してるってことだったんですけれども、これからも毎日更新はしていきます。ただウォーキングデッドとかデッドバイデイライト、ビレッジオブサイバーを、サブチャンネルの方に移して、で本チャンネルの方は別の動画を、毎日更新していくという形を取りたいなと思います。で、本チャンネルの方なんですけれども、今現在実況しているブレスオブザワイルドは本チャンネルの方でやります。で、マリオカート8デラックスですね。で、高速ゼルダの伝説で、パラサイトイブ2も、本チャンネルの方で、引き続き実況します。で、あと高速ゼルダの伝説って言って今4倍速でやってるんですけど、でいろんなゲームをね高速でやるみたいな感じの高速シリーズみたいなのも本チャンネルで、これから更新していこうかなと思います。で、今後の、予定というか予定みたいな感じなんですけれども、6月の16日に、任天堂スイッチから発売されるアームズは、本チャンネルの方でもちろん実況します。で、7月にですねスプラトゥーン2で、ドラゴンクエスト11で、8月に、モンスターハンターの、ダブルクロスが、DS から Nintendo Switch に移植してくるやつがあるんですけども、それも、実況します。で、生放送とかでもできるゲームが結構スイッチでね、今後スマブラとかも多分発売してくるかなと思うんで、生放送とかもやりつつ本チャンネルの方で、そちらをやっていこうかなと思います。で、サブチャンネルの方は、今言ったウォーキングデッド、デッドバイデイライト、ビレッジオブサイバーを、サブチャンネルの方で更新していくことになります。で、本チャンネル多分ねバンされることはないかなとは思うんですけど、気をつけてはいるんですけれども、いきなりね YouTube にバンされるみたいなこととか、あるので今回作っておこうかなと思います。で、あとツイッターの方で、Nintendo Switch のフレンドコードを、フレンドを今すごい募集というか、してまして、で生放送の時に、マリオカート8デラックスであったり、スプラトゥーンであったり、アームズであったり、まだ発売してないんですけど、スマブラであったり、やっていこうかなと思いますんで、ツイッターの方でね、フレンドコード聞いていただければ、喜んでね交換させていただくんでね、またツイッターの方も、見てもらえたらなと思います。はい、ということでね、今回、詳細、サブチャンネルの詳細については詳細の方に、ウラルを載せておきますので、よければ登録していただけたらなと思います。
ということでね、今回、サブチャンネルの紹介と、あと今後やるゲームの予定でした。ということでまた何かしらの動画でお会いしましょう。サイテーマンでした。ありがとうございました。